キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、今年もやります。2024年プロ野球界で起こる珍事、ポジティブ、ネガティブ、いろんなワードありますけども、里崎ダムス、袴田ダムス、先制ダムスの大予言。予言していこう。2024年、はい、プロ野球界であろう、うん、起こるであろうことを予言していくっていう、ね。はい、昨年も3つか4つぐらいで、うん、12球団別で当たったからね。そうなんですよ、うん、先生がね、浅野くんが1軍デビューで10本、ぴったり10本で当たったりとかね。え、うん、その動画ね、ここにありますから、あのまだ見てない人はね、見てください。はい、だから2024年も、うん、予想していこう。はい、ね、まずは、はい、パ・リーグ優勝のオリックスから。オリックス挙手制だから、思いついた人買ってあげて。うん、はいはい。ソタニ、山下、東の新生コンビが10勝トリプルトリオになります。え、なんか言葉変？10勝トリプルね。3人が10勝かな。3人10勝の10勝トリオ、うんうん、になるの？になります。いきなりパンチ弱いね、やつくるね。え、まあまあまあ、いけそうやもん、それ。ちょっとあの去年全然当たんなかったんで。お気に入ってんの？ちょっと当てにいってるところがあります。お気に行きすぎやろ。いや、でも3人10勝ってまだ実績がそこまで、山下投手の9勝までじゃないですか。うんうん、まだわかんないよ。はい、はい、阪神にしか興味がない記者に、たまたまオリックスに来た時に勝利インタビュー、もしくはキャンプインタビューでオリックスのことを全く知らないのにくだらない質問をして中島監督にキレられる。あそんなん、これあったかどうかってわかるんですか？いや、それ見ていたらわかる。わかります。これはもうキレちゃうから、はい、多分もうそんなしょうもないし、どっちかっていうと中島監督、うん、ちょっと塩対応系だから、はい、そうですね、メディアにはね、うん、今年ね、はい、3連覇してるのに、うん、このなんか乗っかって、うん、何も知らん記者が来て、はい、でくだらん質問して、うん、あのキレられるっていう、ね。うん、はい、はい、山本由伸の移籍金が余りすぎて、なぜか織姫と彦星でお見合い企画を始めたっす。マッチングアプリのスポンサーつけて。オリックスと織姫。ありえるな。ありえるでしょ。それはありえるな。はい、アプリ開発しちゃうってことですか？で、オリックスと織姫と彦星で、マッチングアプリも、はい、え、オリックスが開発するの？オリックス、もしくはオリックスがスポンサー合同で何かやる。ああ、それはありえるな。はい、あ、なるほど。袴田さん、こういうやつよ。何やんですよ、3人で10勝みたいな。待って待って、あの去年こういうもうちょっとこの成績関連の話してませんでした？やっぱ最初だから。え、流れあるやん。今も離脱者増えてんで。え、こもうつまんねえなみたいな。まあ、こう引き伸ばすためにはもう初っ端からパンチをかかるやついかないよ。いやいや、もうね、でも先言ってくださいよ。はい、続いて、はい、ロッテ。はい、本当に申し訳ないです。2年連続平沢大がシーズン中トレード。おい、こだわるな、お前。こだわりすぎやろ、そこ。これはやっぱり去年果たせなかった、うん、今年は彼のためにも、うん、席を、うん、お願いします。はい、はい、佐々木朗希、2年連続ポスティング要請して断られる。え、ちょっとでもそれはあのちょっとお気に入ってません？受け入れられる可能性あるから。もう、うん、まあ、まあその可能性はありますね。うん、でもちょっとこれ当たる可能性ちょっと高くないですか？そうですかね。じゃあ言ってから判断し合おうよ。ね、そんなパンチ力あるやつあんだろうね。乗っててね、パンチ力あるやつ。乗ってね。じゃあ、うん、はい。はい。ロッテ、今年も新外国人選手が大活躍。でもシーズンオフに移籍。誰のことですか？え、まあ、今年だったらポランコさん。うん。とかペルドモさん、うん、新外国人が、まあ、いい活躍します、うん、でも、まあ、お金が高いところに移籍をちょっと考えられちゃう、うん、現時点でね、はい、ちょっと幅誰かにしてもらっていい？いや、まだ新外国人出てないんでね、全部出る。外と、まあ外、うん、あとピッチャー出てるから。じゃあ今年外選手、うん、めっちゃ頑張ります。うん、めっちゃってどういうこと？めっちゃでも分かんない。ポランコ選手もホームランも26本でホームランだった。じゃあ薄いよな。そう、幅広く受けようとしてるもん。いやいや、でもめっちゃ活躍。めっちゃ何？30発とかあるじゃん。じゃあホームラン王とか。じゃあ、ただトータル、タイトルは分かんないけど、トータルバランスで言うと、打率2割8分5厘、ホームラン20本。ああ、多分打率2割5分打ったらすごくて、ホームラン30発にかけた方が俺はいいと思うよ。あ、本当ですか？じ
でももうダメだから言ったからね。ね。うん。これぐらいこれぐらい。これぐらい。じゃ言ってほしいです。ちょっと受け皿広いよ。めっちゃ活躍とかもう受け皿広すぎるよな。ね、まあまあでもめっちゃですよ。そう期待以上の活躍をしてまた違うチームに行っちゃう。勝負ですからね。でも当たる当たらない。あとやっぱこのねユーモアも入れていかなきゃいけないからね。じゃあ続いて、はい、3位ソフトバンク。はい、またいいっすか。はい、また爆弾いきますよ。いいわ。またしんどいっすよ。うん、じゃあ先行く。絶対先行っといてもいい。じゃあ先行きます、うん、もう去年の先生っぽい感じで、はい、今年はキヒネイツアーが1軍デビューヒット10本打ちます。おお彼に言いたい、うん、台湾から帰ってて怪我すな。なんで怪我して帰ってくんねん。いける、あいつ、いける、後半出てきて10本、うん、いや信頼度高いですからね。めちゃくちゃ高いから。はい、はい、新人の慶応大学出身の広瀬選手、はい、1軍でホームラン5本打ちます。お5本10本いかないですか。10本はいかへん。5本。まだだって何もしてないねんで。確かに何もしてないねんで、はい、5本ホームラン5本、まあ、5本も立派ですよね、うん、ヒット10本より難しいから。そうですね、うん、ホームラン5本、うん、まあまあ仲ないですね。じゃあ、ガシいただきます。すいません、はい、補強しすぎてライオンオプトアウト選手。ちょっと待って待って。もう噛み水が噛みまくりって分かれへんかった。オプオプやったよ。もう一回いきます。力みすぎて生活でドヤ感出すぎてたぞ。なあドヤみたいな。面白いこと言うぞ。あやれ、もうオプトトトトトトみたいな。はい、補強しすぎてライオフオフトアウト選手が続出。オフとオフが重なっちゃったの。そうなんですよ。ライオフオフオフトアウト。もう一回言うのも難しい。そもそもFA 取ってなかったらオフトアウトの契約入ってるかどうかも分かんないんだから。誰が入ってるのじゃ。知らないです。なんか出てきたら自由契約してくれみたいな。ちょっと想像激しい、うん、すごい想像です、ね、妄想激しい。これは絶対当たらないですけど、うん、当たるやつ言ってよ。じゃ当たりそうじゃないですか。じゃあ例えば誰誰例えば誰、まあ、山川選手がね中村選手とかするわけないじゃん。でも中田翔選手はするわけないじゃないですかね。いやいや、それはそれよ。岡本がファーストに来てんだから。でもともと巨人の選手じゃないから、ね、山川は思いがないと思う、うん、もうちょっとなんかちょっと言う割にはなんか大したことなかったから。じゃあもう遠慮なく先頭がないから、はい、じゃあ続いて楽天、うん、はい、ドラフトも即戦力の選手はそんなに取ってなく、外国人も活躍しなく、楽天最下位になって1年目の今井監督猛バッシングを受ける。ちょっとめっちゃネガティブじゃないですか。うん、なんか見えんねん、それが。見えるんですか。だって予言だから。まあそうですね、見えなんだから。いいよね。俺はそれはやめてくれって言ってんねん。なるほど。俺はいろんな番組行って、はい、それはもう今井には3年から5年やってくれって言ってんねん、はい、こんなドラフトも即戦力取ってない、外国人補強もどこまでちゃんと最近もできてない、うん、でピッチャーベテラン多すぎる、全部を若手に変えていかなきゃいけないのに、そんな 1,2 年で結果出ないからって言って今井を変えるとか、うん、こう監督辞めさすとか、うん、バッシングするのやめてくれと、うん、やっぱ3年から5年は見てやんないと、うん、今のチーム構成じゃ今井かわいそうだよっていうのを言ってるの、うん、だからこれを言って布石にしてるんですよ。あ、なるほど、うん、でもはい、優しさよ。じゃあまた次私行きます。もうこっちで先だ、はい、すいません。投手陣の職場環境が整備されチーム防御率1位になる。おー、ポジティブ。はい、なんで整備された。いや、なんかいろいろあったから海出したんでね。24年はなんかこうチーム防御率がバッと1位になる、うん、予想してます、うん、じゃあチーム防御率1位からの、はい、はい、新守護神則本投手セーブを取ります。おプラスで庄司投手が今年は13勝で楽天の新エースになります。まあまあ、いいんちゃう。たしさん、庄司マリンの風で帽子飛ぶ。それはもうほぼ飛ぶからね。うん、あの庄司やたら取れる。予想とか。やたら取れる。そう予想とかじゃないよ。ゴムつけろ。ずっと言ってる。僕から踊んでるから。早川投手は一球ごとに自分で取るからね。取りすぎ、ありがとうございます。はい、ね、じゃあ続いて西武。西武か。はい。ロン毛から急に短髪になる今井。はい、ロン毛から今年は坊主でラインを入れる高橋コーナー。ちょっとロン毛できちゃったら髪の毛でいかざるを得ない感じになっちゃうじゃないですか。いやそんなことない、そんなことない全然、うん、はい、はい、もう山川選手なんて必要ない。ベッケンホームラン40本でホームラン王。40本もう山川選手はいなくても大丈夫だよ。ちょっと
坊主坊主から来たからちょっとパンチ力弱かったね。いやでもないよ。これも順番大事だね。あ、先生でも伊勢のラを押さなくてよかったですか。いやいやいや、いいことしか言えないんですか。ちょっと落ちこれないな。はい、はい、伊勢のラを村田レオン君初詣で伊勢神宮に行って今年の必勝祈願。いやそれしそうですよね。普通だよ。分からん分からんよ。普通にそうだよね。だって俺らが勝手に伊勢のラオウって言ってるだけで、はい、本人伊勢神宮に何も思ってない可能性もあるから ね、はい、ね。確かにもう普通に近所の神社とか行ったかもしれないしね。確かに横に猿田彦神社もあるからね、はい、そっち伊勢神宮行かないでそっちを手前でやめればダメだからね、うん、混んでるから。そうですね。続いて日本ハム、はい、はい、2022年はキツネダンス、2023年はジンギスカンダンス、2024年はシャキダンスでブーブメント起こします。シャケダンス、シャケ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 、いくらも出るよ出るよ。はい、はい、2022年はキツネダンス、2023年はジンギスカンダンス、2024年は寿司ダンスが流行します。エビ、カニ、ホタテ、マグロ、マグロ、マグロ。もうレアどうなんで。俺らどうなんだ。いやいや、でももうジンギスカンできたらお次また海鮮。鮭はちょっと去年流行ったじゃないですか、もうこういう鮭のやつ。だからそれをもう、うん、グッズができてからのダンスだ。ああ、それも振り回せとかね。鮭鮭鮭鮭鮭鮭いくらエビ、カニ、ホタテ。いや、ありえるからね。そう、ありえますよ。あ、はい、はい、2024年はダンスダンスときたので試合の途中からダンスの試合をやり出す。どういうこと。ウェディング終わって、うん、グランド上でダンスの試合をやるんだって。リレーとかやってるんじゃなくてダンス対決みたいな。おお、なるほど。試合中ね、試合中ね、試合後とか試合前とかだとダメだから、はい、なるほど、はい、チア対どっかのグループとかね、とかなんかね、30秒即興ダンスイベントとか。おお、なるほど、はい、面白い面白い。ヒップホップとかそういう、うん、あるかもしれないですね。じゃ続いてセリーグ、セリーグも一気にいっちゃいますか、うん、はい、阪神、はい、サトテルちょいちょい反抗しだす。ゆるいな。どういうことどういうこと、幅広い。2023年サトテル森下、結構岡田監督のこう言い方どうした、愛の愛なんですかね、うん、ちょっとやっぱり狙われやすさが怒られるんですよ、うん、でもちょっと大変くなってきてマレーズに反抗しだすじゃないかと予言してるんですよ。なるほど、はい、はい、はい、2023年はあれが流行りましたけども、2024年はあれができなくて多くのファンからあれって言われる。それただ優勝しないってことですか。あれちょっとちゃうなって言われるっていう、あれをってなんかあれになっちゃうんですね、うん、もう一つあるけど、もう一つあるけどいい、いいですね、真剣なやつ、はい、今のも真剣なやつだけど、はい、もう一個真剣なやつ、はい、2024年小畑大活躍レギュラーダッシュ。おばた、木南来たけども、はい、終わ2020年終わってみたら、おばたが内野のどっかでレギュラーだった。ああ、なるほど。おばたみたいな。今年も2割8分くらい打ってるから、はい、木南だったのがおばたなの、はい、今年はパインアレが、うん、あれにかけて流行しましたが、パインアメの会社がいや次なる商品を作らないといけないので、パインアラアレを作る。ああ、あるね。製造工程作り直さなあかんで、だってパイン味のあられ、あられ作ってないやろ会社だと思う。でもパインあれから、うん、いや今年のパインあれじゃあれだな、でも岡田監督は絶対だからそれだった、はい、パインあれの会社じゃなくてあられの会社がパインあられを発売するんじゃん。そっちの方がいいか。あられ会社の人がパインあられを作る。2024年は甲子園球場の飯に道一筋焼きができる。あれなんかこう言ってましたね、とんぺ焼き、とんぺ焼きだよね。岡田さんが大好きで道一筋焼きができる。おお、はい、じゃあもう一つ、みんな二つ言ってね、はい、我が青山学院大学の後輩塩村海斗が先発ローテーションに入り新人で10勝します。おお、すごい。結構あれだよ、ハードル高いからね。ハードル高いですよ、はい、なかなかローテーションに入るのもハードル高いと思う。そうだね。ちょっと野球のことも言ってください。言ってるよ、サトテル、ちょいちょい反抗しだす。シーズン終わると結局梅野やったって言われる。いやいや、でもいいよ、いいけども、うん、俺が言ったことになるからね、このチャンネルの。でそって俺が梅野派とかになっちゃって
俺が小林大城論争に完全ど真ん中巻き込まれたように、はい、阪神の坂本梅の論争に俺が巻き込まれる可能性あるから、今もう俺じゃないからね言ってんの。坂本選手ファンも多いよ。ちょっと梅ちゃんね、せっかくの番出で、まあ、怪我もあったと思うけど、ね、そうそう、そういうところね、しゃあないの怪我もあったんで、うん、分かんないよね、はい、さあじゃあ続いて2位広島、広島、はい、はい、2位躍進、2024年まさかの最下位、はい、そこを言っちゃいます。順位予想ですか。危ないよ、本当危ない、うん、こういう、この前の広島のホームテレビのフロントドアでも、はい、最下位もありえるよって言っちゃった、うん、へー、うん、先生あります、いいですか、小園 TikTok 始め出すゆるいな嫁と嫁とゆるいな、嫁とワンちゃん玉村一緒にコラボして、じゃあ、はい、はい、新井監督、スマートフォンを使いこなすようになり自分で YouTube を始める。ガラケーだからね。でもスマートフォン買ったんですか、ね、買ったの、え、まだガラケーだっけ。ガラケーだ、うん、この前、この前なんかガラケーしてたよな。あ、じゃあ分かった、先生、ちょっと変えてみよう、変え、もう今年こそスマホに変えるハードル下がってるじゃないか、スマホデビュー、ハードルな、スマホデビューで、まあ、スマホデビューまあちょっと常広くんとかも言いたかったけど、まあまあ、もう島村くん言ったから、ね、青学一緒だったんですよ。青学一緒だったよね。え、そうだ、青学、東北、静岡禁止なのに、そんなこと言ってないですよ、言ってたよな、それなのにもう島禁止、禁止だから、分かる、もう私あの時禁止って言われて、はいって言ってないもん、検討しますって言いました。いや、あの、はいとか権利ないから検討します、じゃあ権利ないから、え、でもあの島村くんは後輩じゃなくても押してるんで、うん、権利ない、うん、じゃあ続いて、はい、DNA、 はい、はい、ディアーナ、全力で走りすぎてリレー対決で肉離れあのアンカーの子めっちゃ足早いですよねめっちゃ早い、はい、ドラフト1位渡来くん、甘いマスクで人気爆発、グッズの売り上げが先輩たちを抜いてダントツの1位になる。いや、分からんやん、グッズ売り上げ出ません、出へんって、でもグッズ人気大爆発みたいなニュースになったりするじゃないですか。いや、ゆるいゆるいゆるい、はい、やり直し、ゆるいよ、ゆるいよ、ゆるい、だから伊勢の羅を伊勢神宮行くか分かんないよニュース。いやいや、絶対ニュースになるからニュースになるから絶対、うん、じゃあお先行かせてもらって、うん、オースティンまたも怪我いや、シンプルすぎるよいいね、伊勢行ってるぜ、伊勢行ってるでしょ、この聞いたときにこうふって笑いが出るようなやつじゃないと、よし、はい、はい、牧選手、今までデスター社をしていましたが今年はパフォーマンスを変えます、うん、デスター社を、あいどこ、どっから仕入れてきた情報どっから仕入れてきた情報、それは予言、予言、予言妄想え、これじゃないデスターシャワーじゃない、え、それ去年やんなかったからやんなかったからデスターシャワーじゃなくて、おい見てたらやってくれるかもしれんからね、お前さん、袴さんの袴ダムスを現実にしたいんだったらやってくれるかもからね、末期限定だからね、そうですね、でもこうじゃなくて、うん、こっちだから、だから、うん、こうね、こうかな、じゃあ、続いて巨人、はい、はい、年齢には勝てず結局フルで戦えなかった坂本、巨人3年連続 B クラス、結局坂本だから、まあ、それが結局このチームはもう坂本だから、うん、それがやっぱり年齢には勝てないで、はい、やっぱ1年間フルで出なくてやっぱ怪我しながらちょっと2軍落ちたりして、で結局気づいたら3年連続 B クラス、はい、はい、阿部監督、原監督から継承してグータッチします、でもちょっと気合入って強くやりすぎて指骨折まあ、あのあれさ、自分が打ったときは自分がこうやってやるけどみんなとやんないといけないからちょっと強すぎちゃう、気合入っちゃってやっぱ勝つぞ勝つぞってこうやってやってたらちょっとプキっていっちゃう、もう一個あったけどいい、はい、どうぞどうぞ、はい、阿部監督、勝てなすぎてストレス発生、せっかくやってたのにリバウンドで体重元通りなんかないっすやっぱ監督大変だから、大変だから、やっぱ食べてストレス発散しないといけないから、痩せたけど、うん、まあ激痩せの方もあるけど、ね、ありますね、どっちかに触れるかもしれないですよねなくはないです、もっとやったな、うん、はい、はい、阿部監督、あれから阿部と意気込んでたが結局笑えない日々が続くどっかで言っちゃうんだ、言い方が面白い今年はあれから阿部ですと
意気込んでたんですよ、うん、さあ続いてヤクルト、はい、はい、これは一番いきたい、はい、いいですか、うん、奥川そろそろ手術いや俺ももうした方がいいと思う、手術しよう、うん、これから、うん、こっから、うん、そろそろ手術、じゃあはい、もう大きくいきます、うん、村上宗隆再び三冠王、そして山田哲人が再びトリプルスリーを取ります、両方、うん、両方すごいね、優勝やね、優勝やね、優勝やね、うん、でも、まあ、ピッチャー陣わかんないけど、それぐらいの成績は残す、うん、はい、はい、新人セリーグ初勝利をもたらした西舘、インタビュアーに名前を巨人の西舘と間違えられる西舘優人、西舘浩太でねそれはやばいそれでもインタビュアーがやばいでもインタビュアー次第ですよ、うん、これはある、あと西舘投手がちゃんと1勝するかっていう、うんうん、セリーグ初勝利、はい、うん、セリーグ初勝利、お新人初勝利、うん、おセリーグ新人初勝利、西舘選手作ったけども、あのインタビュアーに巨人の西舘と名前を間違えられた初勝利しました、西舘優人投手ですあ、それは巨人のですコータで出てましたよなくはないです、予言ですからね、予言、うんうん、ですからね、うん、はい、さあ続いて中日、中日、うん、はい、はい、今年の一大事といえば、うん、令和の米騒動でした、うんうん、でもやっぱり米は大事だと気がつきました、うん、2024年は麺騒動が起きます、どういうこと、麺禁止食べるもんだろ、食べるって、え、だからあの、いや米 OK だから、うん、米大事、うん、米大事だから麺ダメ、うん、はい、はい、今年は米騒動が大流行したが、来年は選手の嫁が怒り出す嫁騒動が起こるどういうこと、どういうこと、なんかいろいろね、奥さんが采配とかで出てくるようになってきて、うん、週刊誌とかに言って、うん、嫁が怒り出す嫁騒動が起こるんじゃないか、嫁騒動そんな出てきますかね、表に出てくると、まあそれは週刊誌書き出すからね、週刊誌次第か、あるんじゃないかなと思ってます、うんうん、はい、はい、勝負の3年目、最下位最下位からのドラゴンズ復活へ、ヘッドコーチに片岡さんを迎えて勝負の年、まさかの3位ギリギリから日本シリーズへ進出します、おー、すごい予想、うん、3位になって3位、2位にはならない、はい、2位にはならない、3位に入る、3位、うん、3位に入ってまさかの下克上からの日本シリーズ、おー、昔ロッテみたいな、うん、いきます、日本で日本シリーズどうなるんですか、で負けます、負けますか負けるんかい、そこはそむずか難しい、難しい、ね、あ、まさか、はい、これです、ね、日本一にはなんないと、うん、でもギリ3位入って、はい、で日本シリーズ行って日本シリーズで負けます、お、でも中日への期待値が今年高いっていうのが ね、 ちょっと分かりましたね、うんうんうん、じゃあチーム別じゃなくて、うん、球界全体で面白い最後の予想しよう、面白いとかやめてください、もう野球界全体で面白い予想、はい、はい、ロサンゼルスドジャース大谷翔平 DH に専念して1年間戦った結果、2001年サンフランシスコジャイアンツでバリー・ボンズが記録したメジャー記録のホームラン73本を超える74本のメジャー記録を打ち立てる、はい、うわー見たい、あー、まあ、専念したらあるかもしれないですね、うん、これですナチュラルで、ナチュラル、ナチュラルボディで、なるほど、うん、それはでも本当に、ね、達成したらすごいですよね、これはもう、もししてたら俺はもう年末から予想してましたよっていう、でもこの動画切り取って、うん、いろいろテレビとかに持っていくわけですね、サトタルダムスで言ってた、サトザフィダムスの大予言、じゃあ、うん、はい、はい、大谷翔平選手2024年はワールドシリーズを制覇し、世界一になります、そしてチャンピオンリングを右手にはめ、左手にも結婚指輪をはめます、大谷選手結婚発表それはすごいかでもあれだからね、あのワールドチャンピオンになって結婚だから、はい、ワールドチャンピオンにならなくて結婚だと外れになるから、ね、あ、そうなんですか、あ、どっちかずるか、 0.5、 0.5 すごいなぁ、なあるあるよ、いや、はい、はい、広島カープ中村3度目のスキャンダル、